あ、これはそう認定しました。じゃあちょっとスーパー行ってくるわ。行ってください。先見た三つ海さん1時間、でもこの進み方はもっと言ってみて、先生言ってますね。はしゃくなんかじゃないしますね。じゃあ行こうぜ、行きましょう。ヤンさんの声が残ってしまった。ヤンさんの声、ヤンさんの声です。はい、超美味しい、超美味しい。今おう、はい、すいません、お土産2回です。あー、谢谢。うん、うまい。お水欲しかった、中入ってるからね。お水買いに行かない。うん、お菓子コーナーとかもね、結構面白いんですよ。コーナー行きましょう。行こう行こう。グミのチョコレート。中にグミですか？そうそう。昔こういうお菓子あったんだよね。うまいんだよ、意外と。アマトはもう。でも海外のチョコめちゃめちゃ好きです。せやんな。でも海外のチョコって何書いてるか分かんなくて。そうね、適当に買うじゃないですか、うん、苦い、それな、80% 80%。普通になんか日本と同じようなものこういうの売ってるもんね。ハイチュウとかね。ハイチュウ英語で書くとこう、ね、知らなかった、チュウ存じ上げない。そうね、あ、ここはまあ普通のスーパーだから、もしかしたらそのドンキ的なところあるって言ったじゃん。 そこが多分ね一番安いんだと思うわ。袋ラーメンとかもね、こういうとこで私は買いますよ。これ私好きなの、これがこれめちゃくちゃ好きで、わざわざ台湾から15袋ぐらい取りました。めちゃめちゃ好きじゃないですか。これが超うまい。ちょっと
言わせていただいていい、はい、これ普通 の, このなんかチキンラーメンみたいな麺が入ってて、で中に2つ袋が入ってるんだけど、1個が焦がしたネギの油とあと普通のスープみたいな入ってるんだけど、めちゃくちゃ美味しい。味が全然薄くて濃くないのよ。なんだけど、じゃあ何かっていうと、だしっぽいんだよね、すごく。めちゃくちゃこう日本人が好む感じの味。めっちゃうまい。いいの。これをね、大量してないの。安くない？ 1 個16だから50円しないぐらい。うん、すげえ。そうなんだ、安いね。すごい、種類豊富でしょ。今めちゃめちゃ袋麺だけどこんなにあるんかと思って、ね、すごい、うん、だからバラ売りがあるといいですね。ちょっとずついろんな種類買える。こういうスーパーだとバラ売りないやつもあるから、うんうんうん、コンビニ行くとバラ売りで必ず置いてるらしいから、あんまり量いらないけどなんかそれでも買うのを勧めて何回かも。すごい、うん、ピンクのだけ袋がいいんですね。そう、これ私逆に袋で欲しいんだけどいや、いいね。すごい。麦さんはなんか食べないんですか、こういうラーメンとかは。あんまりインスタントを食べないんですよ。そうなん。何食べてるんですか。アイス。アイスやはりアイスしか食べないな人のさ、夢の話ってさ、つまんない説っていうのが一応あって。そうですね。昨日、2時半とかに寝たの。本当になんか映画の最初から台湾のペヤングみたいな。これも面白くて、これ二重になってんの。え、本当だ、うん、で、一個は普通にこのなんか焼きそばみたいになってて、で、片方はスープを入れる器になってて、粉が入ってスープになってるから、その焼きそばの汁をベーってやってスープ作って、スープとその麺ダブルで食えるみたいな。安い。考えるな。考えるな。二重って発想がすごい。日本だと焼きそば弁当とか、そういうのがある。なんか容器ついてないから自分で容器用意しなきゃいけない、うん、なんか生肉入ってる系とかも人気あるらしい。すごい。へえ、いろんなのがある。どんべが、あー、めっちゃ人気あるのって。でも高いからみんなお土産で買ってくらしい。そっか、そうですね、高いな。高い。うどん先生100円だもんね、日本ね。うん、緑でしたっけ。キツネは緑だね。赤いキツネと緑のタヌキ。それは赤いキツネだね。あれこれどん兵衛は。どん兵衛、あれ2種類あるから。うん、どん兵衛と赤いキツネは別のメーカーだから。そうなんですか。そうだよ。え、こんな感じじゃなかったでしたっけ。こんな感じですけど、赤いキツネは赤いキツネとまた別のものです。全然赤いキツネ派だから。でもうどんの方が好きです。そばじゃなくてうどんの。うどんの赤の赤のキツネ。キツネ。そう。でも全く一緒やんこれ。こんな日本行って確認していただければ。混乱してしまった。混乱してしまうか。戻ろう。戻ります。おお、2階に上がってる。あ、2階なんですか。そう、から2階に上がってる。めちゃめちゃ並んでるんです。美味しそう。Yeah.